ます、本日はですねちょっとコメントいただきまして、相手のレシーブがすごい強いと、で、まあ、深くに来るした時に差し込まれちゃうんですけど、なんか気をつけてることとか気をつけた方がいいこととかってありますかっていうところでですね、一応ですね、まあ、シングルでもダブルスでもまあ同じなんですけど、レシーブが強い人に対しては、まあ、サーブ&ボレーしないとしてですね、ダブルスでもしないとして、レシーブが強いなって相手にはやっぱりちょっと下がるっていうのが大事になってきますので、サーブ打ちます、ちょっとこうですよね。で、なんだったら前にもちょっとお伝えしたんですけど、サーブは普通の長さで握ってていいです。サーブは普通の長さで握ってて、打ったらもう攻めてくるだろうなっていうのを下がって、ちょっとまあ深かったり鋭かったりするボールに対応するようにするために、もうねこの時点でちょっと短く持っちゃう、ラケットほんのちょっとですよ、ほんのちょっと数センチでもね全然変わりますので、短く持っちゃう、でもう守備に徹するっていう、まあそこがね、まあ一番無難かなと。じゃあ次レシーブ、極上のやつ、これサーブ打ちますと、まあ、ちょっと向こうレシーブいるんですけど、こうちょっと下がって、であとはもうこれのプレーで、いいよ。いいよ。もうすぐ下がって。あ、いい、大丈夫。もうすぐ下がってね。なので、もうここら辺でプレーしない。もうこんなになっちゃう。ごめん。そう、こんなになっちゃうんで、なのでプレーの場所を下げるっていうですね。で、まあ、あとは、まあ、短く持ってでコンパクトに、まあ、そこら辺、まあ、すごく当たり前っちゃ当たり前の話なんですけど、それだけで全部効果ありますので、まあ、シングルでもシングルでもレシーブすげえなと思ったら、サーブ打ってからちょっと下がっとくっていうね、まあ、そこら辺気をつけていただけるといいかなと思います。はい、じゃあ今日以上になります。どうもありがとうございました。